なんで左にリンゴ売ってるの？お祭りにリンゴ飴が売ってたところから始まりました。スーパーバイザーのリンゴちゃんです。はい、じゃあ定位置に戻ってコマンドみたい。あ、待って、それも面白いね。これもまた面白いね。じゃあ今日はリンゴちゃんと遊ぶってリンゴちゃんと遊ぶってはい、じゃあそろそろなんかで、ね、いろんな人に怒られそうなんでリンゴちゃんを引っ込めときまーす。はい、今週は行楽か健康。まあ、重厚はもう結構高いから、じゃあ運動リンゴちゃんとメイトエ。リンゴちゃんはどっちかっていうとケーブックスかな。あれ誰だろう。もしもし、もしもし、あ、俺、いや誘うからこっちから。テル君どうしたの。あ、今度の日曜さ、お前空いてる？遊園地か部屋か、部屋か遊園地か。ねえ、部屋か遊園地にして。特に予定はないけど、商店街でいろいろ見たいんだけど、一緒に来るか。ごめんか。いや、じゃあまた今度な。なんでここで商店街かな。てか商店街好きね。だって前もだって服見に行ったもんね。あ、てるくんは買い物が好きなんだ。じゃあてるくんをナイトパレード、あ、セーブしとこ、セーブよ、一応セーブしといて。でよし日曜つぶしに定評のあるおじ、ほんとこんなに誘ってくるのね。じゃあナイトパレードにね、行きたいと思います。もしもし、どうした。あ、ごめんね、デート断っといて。デート断った日に誘うなんて。ああ、俺も今かけるとこだった。来週なんだけど、あと修学旅行ある。あらあら大変、修学旅行がある。そっかそっか、そうだそうだ。ナイトパレードに行きませんか。よいしょ。とめちゃんと一緒で好きになったらグイグイ行きたい。ほんとだわ。オッケー。あ、よかったよかった。今回セーブしながら進んだけど、了解、オールオッケーだったね。ん、空気読んでくれてるわみんな。今日は松田雑談あるの。あ、前回もそっか、前回ときめも終わった後雑談したんだっけ。2週間前の話だからな、私も若干覚えてないかも。前回ときめもだと若干雑談したんだっけ。あ、でもした気がする。今週は何をやっても微妙なら寝とくか。もう1時間経ってしまう。うわ、あと魅力は65って、なんでこんな下がってるの。まあいいや、楽しくデートに行きたいと思います。ももちゃんの話聞きたいなって。ももちゃんはもう毎回放送見てくれてる人からしたらもう触笑気味なんじゃない。ちょっと今んとこ毎回ももちゃんが出てるからね。キャミ、あ、でもキャミはピュアじゃないか。もうハリーとはデート行かないのね。そう、あ、でもハリーと、でもハルヒちゃんに怒られない程度だったら別に行ってもいいよね。別にハルヒちゃんに怒られない程度だったら別にデート行ってもいいわよね。別にマンジェも見たい。トンジェリークね。あとももちゃんのコミュニティじゃありません。
テル君、あれ遅いな。え、またナンパよとして。あ、ちょっといい？あ、綺麗な髪してるね。出たー。どんなシャンプー使ってんの？斉藤君こと江口洋介、どんなシャンプー使ってんの？どんなシャンプー使ってるの？サクセスです。ねえ、どんなシャンプー使ってんの君って。サクセス。私人を待ってますから。じゃあさ待ってる間お話しようよ。綺麗な髪にいい話ね。斉藤君はアムウェイなの？いえ、本当に結構ですから。おほら、あ、私こっちの服の方が好きだわ。あ、テル君よかった。よくない、キャッチに褒められてデレデレしてんだ。デレデレしてた？うん、私もこっちの方服の方が好きかな。私がね、デレデレなんて、こんなどうやったらこんなね、あのタク八郎みたいなやつにねデレデレするの？してた。してないって。してた。してたよな。してないって、こんなやつに。俺にふんのかよ。確かに。だいたい焼き餅焼くんだったら遅刻なんてしなければいいのに。焼き餅？どこの誰が。ちょっとおこだわ。まあ、せっかくのデートなんだから楽しくやんなきゃね。ねえ、楽しくやんなきゃって気使ってくれてるわ。うるさい。お、すごいすごい、斉藤くんかわいそう。なんか斉藤くんがかわいそうになってきた。どうすりゃいいんだよ。ねえ、行くぞ。こんなところに立ってるとお前何に引っかかるかわかんない。そうね。あ、待ってよ、変なカップル。え、あ、カップルに見えた。カップルに見えました。じゃあ入るか。うん、行きましょう。で、どうする？それともお化け屋敷、てるくんなら大丈夫そうだよね。うん、お化け屋敷でしょう。マジ？あら？なあ、観覧車でもいいんだぞ。あらら？苦手なのね。ここさ、ずっと閉鎖されてたんだ。本当に出たって噂で。サイレントヒルだ。リンゴちゃんが実況してたサイレントヒルだ。わかった、メリーゴーランドでもいい。やめとかないか？嫌い、こんなに嫌いなんだ。そんなに嫌いなの？あ、めっちゃ怖がってる。あー遅かった。心臓止まりかけた。くそー、せっかくリンゴちゃんをはめようと思ったのに。でもこれはあれかな、怖くて目をつぶってたのって合わせた方がいいかな。2だよね、2だよね。実は俺、あ、よく出口にたどり着いたな。そうだよね、ここは相手に合わせとかなきゃ。ちょっとね、相手のプライドがね。うん、良い感じだよね。そういえば、お、今の時期ナイトパレードやってるって。うん、見てこうぜ。もちろんねえ、うん、見たいな。よし、行こうぜ。うん、行きましょう。あの上で踊ってるやつって楽しいのかな。すごいわ、昨日の私がいるわ。どうでしょうね。1、あ、1、こんだけ1があるってことは1なんだね。あ、でもそうか、てるくんね、そうだね、客商売やってるし。あ、それはわかる。疲れても気持ちいいんだ。おお、サービス業の宿命だな。すごい、あの、いい子ぶりっ子じゃなくて普通に本当にそう思ってるんだ。やったね、バッチリ好印象。本当にありがとう。本当にそう思ってるんだね、きっとね。なんか柄じゃないけど今日さ、あ、サンキュー。いいえ、一応な。私も楽しかったよ。行こう。うん、俺送るから。
ねえ、この後アフターがないのがね。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。じゃあまた。あ、うん、じゃあまたね。ということで、もう夏も終わりか。もうそうだよね、今日が8月最終週だ。で、来月になったら修学旅行。ちょっと、まあ大体予想つくけどさ、ゆうくんにそろそろ聞きたいよね、今好感度どんな感じって。まあね、ゆうくんにね聞くと、あの半日潰れるのが痛いんだけどさ、追い出されて立ち見ピーだわって見えてるわよ。まあ行ったばっかりやんけん、万年も。あ、これすごいわね、あなた。あ、いいえ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 。植物園行ってみないか。フィトンチッド。あんま好きじゃないんだけど。どういうわけか、そんな気分。なんであんま好きじゃないのに行くのよ。まあいいわ、行こう。よし、決まりな。ねえ、そろそろ OK しとかないとね、怒っちゃうかもしれないし。友達と友好になってから3回以上デートすると VS。 あら、そんなあるのね、そんな基準みたいなのが。そんなに好きだ。あ、さて、そろそろ帰ろっと。なんだろう、声が枯れてから出ないんじゃない。あ、声が枯れてからが勝負なんだ。いやー分かっちゃった。まだやれるか。やれます。何、売り線の、何、バイトの面接。お疲れ様でした。あ、岡間先輩、ひょっとして練習見てました？ねえ、なんでそこでさ、いいじゃん。あ、岡間先輩、ひょっとして練習見てましたって言えばいいのに。ひょっとして練習見てましたってなんで声枯れちゃってるね。声が枯れるくらいは大したことないです。枯れてるのね。練習する内容によっては体が動かなくなったりしますから。この子はなんでそんな応援団に打ち込んでるんだろう。ケインガードしないの。ケインガード、ケインの画像どっか行っちゃった。そうなんだ、応援団って厳しいね。ごめんなさい先輩、部室に急いで戻らないと怒られるんで。そろそろ。はい。ちょっと疲れ飛んだ。不思議。いえ、それじゃあ失礼します。今一瞬天地くんの雰囲気が変わった感じがしたけど、気のせい気のせい。気のせい気のせい気のせい。気のせいです。なんて、あ、マジ可愛いやろって。あ、そう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 、あの昔からオカマの人と会うたびに言ってるんだけど、女子の言う可愛いとゲイの言う可愛いは違うよねって。あのこれ昔からゲイの人と言ってるんだけど、女子が男子に言う可愛いとゲイが男子に言う可愛いは全然別ベクトルなんだよね。そう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 、アマチはアマチでもシゲルが好きって。シゲルって誰。今日はテル君と、どこだっけテル君と、でどこだっけテル君と、あ、そうだそうだ、フィトンチッドだ、フィトンチッド。植物園ベストの選択肢ないんじゃないの。ね、植物園はやっぱり氷上くんと行くところでしょう。
あ、もう来てる。ごめんね、待った？まあな。いや、てるくん、何？ベタ塗りの作業とスクリーン等の作業やってたの？え？え、なんかどっかの絵でベタ塗りとスクリーントーンをやってたからそうなったの？ね、トーンついてるよ、ちょっと。もうちょっと可愛く言ったら許す。何それ？もう行こう。なんでそれ、行こうって。その服さ、うん、この服？うん、俺、そういうのすごく、なんていうか、私は嫌い私は嫌いここさ、いいよな。いつ来ても夏の空気の匂いがするぼうね。でも本当自然が好きなのね。いいよな、この季節感のなさ季節感のなさ。あー、植物園。そういえば名物リスナーのバギマンコちゃんと行ったな、新宿御苑の植物園。まあ一番下はもうね、一番下はもうお前らだろもう一番下はお前らだろで、真ん中はもう頭の中お花畑だから、まあ空気が美味しいねってああ空気が夏の匂いだ。ふひーってあなたもでしょってもっと早く来ればよかった。せやな、やったね、バッチリ好印象。新宿御苑植物園暑いよね若干南国だよね今日さ。お、なんていうか、あ、サンキュー。月に1回でいいです。俺また誘うから。月に1回でいいですなあ、まだ時間あるなら、うん、ちょっと寄り道してこうぜ。寄り道してこう。うん、大丈夫だよ。よし、わかるわ。そうだよね、月に1回いいよね、お誘いはね自動誘い機ってなあ、なになに。うん、この間ごめん。え急に怒鳴ったりして。怒鳴ったりして、怒鳴ったりした。イライラするんだ。そっかそっか、恋愛。え、お前といるとどんどん自分が情けなくなってくみたいで。そっか、恋愛の話を、ね、聞いた時に、え、お前といるとどんどん情けなくなっていくみたいでって、これ振られね、振られフラグじゃんこれ現実世界だと振られフラグじゃんスイドスイです私といるとどうして？お前が言ったこととか何考えてんのかとか。あら、そんなことばかり考えるから。もうそれ告白じゃん。こうしてお前といるようになる前は、おう、毎日何考えて生きてたのかうまく思い出せないくらいもうこれもうすごい最大限の愛情表現じゃんこれね。え、それは恋よってもう立ち見 B のそれは来いよっていうセリフがもう完全におかんやん立ち見 B のそれは来いよっていうコメント完全にお母さんだよね想像つかないよ。もしお前がいなくなったら。俺どうなるんだろう。何よ、最初なんてね、私と出会った時にね、そこ邪魔って言ったくせに。私がいなくなったら、これだ。嫌なんだこういうのが。どうしたの、どうしちゃったの。うるさい。あ、また怒った。わかんないよ。おい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 、帰ろうこの前は怒鳴ってごめんって言ったのに怒っちゃったよ。また結局また怒るんだから情緒不安定ちょっと大丈夫、お前もカリフォルニアロケットやるかテル君の分も先生に頼んで処方してもらおうか。どういたしまして。じゃあまた。あ、じゃあまたね。でもなんだか心配だわ。
生理前かしらってテレ君もメンスなの？あ、やだ、知らないうちにモモもいる。気づかなかった、モモがいた。もうこの部屋もうなんか好きなものしかないわあ、いい、かわいいお部屋ももちゃんとりんごちゃんがいる。あ、じゃあ待って、こういうのもあるわ。待って、ピクチャーで、やばい、この部屋くるぶしさんとももちゃんとりんごちゃんがいるやばいすごい、すごいいい感じの部屋になった完璧ちょっとこれスクショ撮っとこう、スクショ。はい、スクショ撮っちゃったヘブン状態ってじゃあ今日は日曜日だし何をしようかな。くねくねも飾ろう、あのくねくねの写真立てをね、あの10日画像にして、今週は健康がにっこりと、あ、あら、あれ、なんかさ、クリスマスでてるくん恐竜好きって言ってたよね。あら、じゃあこの恐竜博物館も意外とてるくん好きかな。あ、そうだよね、なんかクリスマスプレゼント本当はてるくん恐竜が一番好きだったって言って、天地君もね、はーい、いりません、その情報はい、その情報は結構ですあ、そういえばもうすぐ若様の誕生日もらってくんなくない、もらってくんなくない、リンゴの木若様結構さ課外授業行ってないからもらってくんなくない、ちゃんとした大人になる本で喧嘩してたろ。猫の砂パリの香り付き、あー、でも、あ、2番なの。あ、でもなんか2番の記憶もあるけど、3もらってくれそうなのは3だよね。ああ、猫が好きなんだ、猫が好きなのって葉月くんなイメージがあったんだけど、3はダメなの。え、猫飼ってるの。え、若さはない、猫仲間だったの。あ、3なのあ、3は丸、2は20丸、すげえプロがいたわ。オカマさん、いや、どうかしましたか。あ、どうも、若おじ先生、今日誕生日ですよね、これプレゼントです。ああ、残念。やっぱり、やっぱりもらってくれないの。今朝教頭先生から注意されたばっかりです。これくれぐれも生徒から誕生プレゼントをもらわないように。これってやっぱさ、好感度が足りないから。あ、そっか、あ、好感度は上がってる。あ、好感度の問題か。そうなんです。へえ、だからごめんなさい。あ、好感度が高いとに低いと3はもらってくれ。あ、そこまで先生は難しいのね、やっぱりなんか画面がなんか想像しいわね、これあ、はるしちゃんだ。え、どうしたの、はるしちゃん。はるしちゃん、はるしちゃん、どうしたの。はるしちゃん、どうしたの。はるしちゃん、どうした。もしかして泣いてる、はるしちゃん。あら
愛の彼方そういうことねってつわりつわりうーうーってどうしたの、何があったの。ちゃうね、この小説あんまりにも感動的で。あいい子だわ。田中の愛え、田中の愛これはね、田中の愛なの。あ、それって前に流行った純愛小説だよねって。うん、私こういうのにめっちゃ弱いねんやんか。彼を愛する主人公の思いが痛いほど分かってしまって、あーもう切ないわ。いやいい、かわいい、この子ほんと友達になりたい。もう友達だけどね。自分の夢を追いかけ続ける彼の背中に向かって、主人公が小さい声でつぶやくんや。なんてなんて。あんたなら絶対にトップミュージシャンになれる私は信じて見守ってる。あーこれは自己投影、うん、自己投影してるよね。もう完全に自分と重なるよね。そしたらな、うん、彼は振り向かず天を仰いで、仰いで、俺の夢にはお前が必要なんだ。いやだから見守るんじゃなくてついてこいって叫ぶんやで。いやー、あこれはいい、これは嬉しいね。春日は好きだけど春日は渡せないんだ。あとあの魔法のアイランドが好きそうっていうコメント素晴らしい。あの素晴らしい、そのコメント懐かしい、魔法のアイランドが好きそうっていう。めちゃくちゃ自分と被っちゃうね。いやセンスを感じるわ、素晴らしいセンスだねそのコメント。いやいやいや、ちゃうって。いやいやいや、またもうあんた聞き間違いも大概にせなあかんよ仏の顔も3度までって言うやんか。はいはい、今あるのかな魔法のアイランド。まあまあまあ、細かいことはいいっこなしや。はいはい、う、うん、ねえさっきの、あ、恋空魔法のなしか、恋空もうちょっとあなたと話したかってんけど懐かしい恋空久々に聞いたわ、ほんと同年代の人が多いんだね。そっかそっか、2006年だもんねこのゲームもね。